プラメの闇ソンみたいな。闇ソン多いかもね。多いよね。歌詞で今結構苦しいな。苦しんでる。入場です。ブラ鏡。鏡です。はい、お久しぶりです。今回ブラ鏡ちょっと居酒屋行っていろんな音楽の話とかを、ゲストの人に聞いていこうという企画になりました。いつも来ていただいています、この方です。ゲストです。はい、どうぞ。はい、おかりちゃんです。はい、すごい、あの音がうるさいのでちょっと移動してきました。ゲストです、おかりちゃんです。はい、おかえり。2015年より都内中心にライブ活動を開始。2021年自身初のミニアルバム「フーリッシュ」をライブ会場、iTunes や LINE ミュージックほか音楽配信サイトにて発売開始。2022年現在、YouTube ほか SNS などにて動画配信を行っている女性シンガーさんです。早速飲み屋行って、いろんな音楽の話を聞いていこうと思うので行きましょう。はい、お願いします。この添いのお店です。大根おろしと天ぷらの。いいですね。上野にもあるんです。上野の方は俺行ったことあるんだけど、渋谷はちょっと初めて行きます。ここら辺なんだ。大通り沿い。あったあったあった。俺ちょっとセルカゴ下手すぎじゃん。あ、こう思った方がいい。ありました、浜ちゃんです。ブラ鏡。1軒目は浜ちゃん。コスパ最強な上に山盛りの大根おろしと天ぷらが名物なんですが、大根おろしの量がほんとやばいんです。はい、浜ちゃんです。今日は1軒目からこれを飲み切れるのかな。まあこれキープボトルできるらしいから。あ、そうまたここに来ることになりますけど、ウーロン割りで今日はよろしくお願いします。あ、浜ちゃん、すごい。これです。すごい。これなんです。いただきます。何から食べる？何から？キュウリ。キュウリ。キュウリはね、安定の梅キュウリ。梅キュウリです。美味しいな。だいぶ酸っぱい。梅。結構ガチ梅だね。ちょっとアジを舐めろうと。
ちゃ来るよ。早速食べながら、食べ飲みながら聞いていこうかなと思います。改めて自己紹介をしたら、大阪出身のシンガーをさせていただいてます。おかえりの、はい、どういったジャンル、これって決めてジャンルをやってきてないんですけど、ストーリー的なジャンルと恋愛感ですね、女性視点のストーリーみたいな。プラメの闇ソンみたいな、闇ソン多いかもしれないですね。多い、報われない感じが多いですね。好きなんですよ、はいはい、俺も闇ソンばっかだった。闇ソンっていうジャンルはもうあるんですか。はい、もう歌詞の種類とかメロディーとかさ、結構マイナー系が多い。はいはい、そのマイナーが、そうなんですね、好きなんですよ。エヴァネッセンス好きです。エヴァネッセンスって多分知らない、知ってる人の方が少ないと思うんですよ。あ、そうかな、そうか、多分俺らぐらいが20代後半から30代ぐらいじゃないと分かんないよね、多分。だよ、今で言うと今似てる人いる？ないよね、多分。ゴシック系な、ゴシックロックみたいな、なんかシーズサイズが書いたような、ああいうジャンル。なんかこの昔バンド組んだっていう話の時に、まあエヴァネッセンスからこう入ってて、でオリジナルも作っていってたんで、はい、その時に自分たちのことを、まあ、ゴシックメタルっていうメタルかジャンルで作りました。はいはいはい、ゴシックって聞くとな、ゴシックメタルか、ちょっとちゃんとこう洋風な黒い服に、はいはいはい、ちゃんと衣装ちょっと目の前に黒くしてみたいな、はいはいはい、やってましたね。そうなんですか、あそこまでやってたの。知らってました、もっと軽い感じだと思って。ああ、あとガチガチのなんか頭振ってないとメンバーに怒られるみたいな。私キーボードやってたんで、あんまりこうどちらかというと触れなかったんで、そうだ、見えなくて、だいたいちょっともうちょっと動いてよ。視界が触れますみたいな。でも高校から5年間、あ、5年から専門入ったんですけど、その間もずっと今の高校だから完璧だ、意外ともう2、3年かちゃんと、ちゃんとだって目指してたの、それで目指して、その中でちょっとその時にちゃんと目指したかったのに音楽じゃなかったんで、あ、まあ一人だけ大阪から出るんだろうなって思ってる時に、先生も卒業したの時に状況が決まったんで、それに向けてもう準備したかったんです、はいはいはい、お金だったりとか費用で、ちょっともう私から最後にちょっとこう言っちゃったから、ね、あ、なんだ、いや、だからそれのごめんねっていう歌詞を英語で歌ってます。あー、え、その歌です、あれ、それです。あー、あれめっちゃ謝ってます。あ、そうなん、あれめっちゃ謝ってる歌詞を日本語じゃなくて、まあ、ちょっとこうルーツだったかなっていう英語のもので表したかったんですね、実は。レコーディングで使ってもらってたんで、そうです、実はそういう、しかもね、あの英語、私英語別に得意じゃないんで、アクセントとかで、作曲自体はでしょ、はい、そう、編曲めっちゃ、編曲の人がめちゃくちゃすごいですよ、めっちゃいい曲だったわ。そうですね、僕からアルバム出したんですけど、はい、生きてるな、生きてる、生きてるなんですよ、生きてる、ずっと言ってくれますね、生きてるは一番好き、ここ最近、で最近だ、本当ね、比喩とかそういう国語の勉強してればというか、あといろんな表現の仕方あったんですけど、俺もなんかこう洋楽ばっか聞いてたから、はい、歌詞線じゃなかったね、歌詞別に、音楽が聞けば、はい、いいスタイル自然と入ってきますよね。そうで、なんだったんだけど、うん、だから結構どうでもいいようなことばっかり言ってたんですよ、昔の歌詞って。あ、なんだけど今作ってるやつとかは、はい、歌詞がね、なんかね、
楽しくなってきちゃった、作る、歌詞を作るのいいことですよ、楽しいのは。で最近はもう俺酒好きじゃん、こういう番組をやるぐらいなんで、うん、酒好きで今日なんか飲みながら歌詞作ってくれたり、飲みながら、ね、来ました一人でしか、うん、だから歌詞作るから一人なの、はい、一人で居酒屋行って酒飲みながらこう飲みながらこうなんかこうメモしていくみたいな、はいはい、めっちゃいい時間です。歌詞作るの好きでしょ。今ちょっと結構苦しんだ。苦しんでる、はい、なんかそういうの好きそうだよ。好きなんですけど、これ作りたいなってまずイメージがなくて、次ラブストーリーこういうのこうその恋愛興味ないジャンルの音楽みたいな、そういうなんかそういう思いつきが今全くなくて、じゃあどうしたかっていうと、先に曲作ってもらったんです。あ、いつも歌詞戦なの。いつも歌詞戦です。あ、そうなの。歌詞から作るんだ。大体はなぜかっていうと、いや歌詞こうなんだからもっとこういう表現できますよね、音楽みたいなことが伝えやすい。あ、でも今回その歌詞が出てこないから、よし、音楽にフューチャリングを受けよう、はい、フューチャリングなんていうインスピレーション受けようと思って先に楽曲を作ってもらったんですよ、2曲ほど、はい、今それの歌詞をわーって書いてるんで、そこからちょっと荒削りを直してるってことですね。じゃあ今何曲ぐらいするの。現在3曲作ってる最中。あ、3曲作ってる、はい、増やしたいなというか、またこうライブ活動だというか、申し入れる前に1曲作ると思うみたいな。ライブもできてないから、その間にパワーアップで。そうですね、できてないというか、今止まってて。はい、それは何で。もう自分上京してそろそろ中年期とか、もう大半私は音楽だけじゃ食べていけないできていないんで仕事もしてるわけで、その大半をバーで働いてる。あ、バーで働いてる。で今 SNS とかでプロフィールをわーって長田の近くでもバーで働いてる瞬間ですかね。もう言っちゃおうみたいな、言っちゃおう、夜活動してる人間ですよね。あの唐揚げもあるしね、そのバーで。あ、そうだ、大体にあったりするんで。今は初めてインスタのストーリーで感動したんですよ、自分でも。人が歌ってる楽曲、まあ2人歌ったんですね、夏の日を、はい、ファーブル99クラブで、それを歌ってたんだよね。そうすると思って歌ったら、そこでたまたまシンガーさんもう一人知り合いのシンガーさんがいてて、ちょっとそこでハモリ合戦じゃないですか、合唱みたいになっちゃって、それが気持ちよくて面白い。え、こういう楽しみ方やん。せっかく音楽やってる人間がバーやってんだから、楽しみたいよねって思って、これ楽しいと思ってインスタのストーリーでその動画あげました。あ、そう。そこまでです。いやいや、だから気持ちいい。バーとかだとね、あのマイク4本もある。はい、あの日本以上カラオケでできないことできない。確かに、あの実際カラオケでできないですね。カラオケというのあるかもね。バー働きながら感じますよっていう、それがもうもはや無理やん。ああ、なるほどね、うん、だからもう言っちゃっとけば、酒飲んでる私のシーンだったりとか、はいはいはい、あ、バーバーってあ、はいはい、あ、やっぱ大変なもの見ちゃったみたいな感覚じゃなくて、あ、バーで今こんな飲んでんだとか SNS で発信していきたい、そういうのかな、自分をと思って、うん、言おう。いつも通りですよ、うん、バーテンしながら発信しますっていう、大体のあの SNS だと。今もうそうやって帰っちゃった。そういうのが行きやすいよね。行きやすいですね。だお昼で大体寝てますよとか。連絡帰ってこないな、昼だものみたいな。働いてる時間が違うから。はい。それはもうみんなで。いや、もうそうですよ。社交関係に入りましたよ、みんな。
シャットダウン、太陽の光を。ああマジ寝るの昼なんで、あ、そうか、明るかったらちょっとしんどいなみたいな。日当たりがいい部屋でないと夏とか本当に、あ、そういうことか、暑いこれだけでもつまみ、そうなんですよ、マジで俺それなの、これいいっすね、これさっきからこればっか食ってる、おいしい、大根まだこんだけありますから、こんだけ楽しみたい、こんだけあるから、さっきこれだけ使ってもさ、天ぷらいっぱい食べてください、あー、まさかこれだけはこんなにね、ちょっと食べようと思ってないけど、うん、この母親は、はい、泣いてる、なんか定かじゃないとか、はい、多分本当なんだけど、はい、俺の中学校の同級生のやつが、まあ、マンション持ってますよ、ね、はい、でそこの住人だったんだけど、で、マンション持ってるのか、はい、その一部屋だけ持ってるのか、そのマンション持ってる人だと思うんだけど、前にやっぱめっちゃ人来るじゃん、 X の人のファンとか来て花束とかめっちゃ泣いてて、で雨の日で、雨の傘ささないで着ることかもって、でなんかたまたまちょっと少人数で3人くらいで中に入れてあげたお母さんがなんかお茶出してあげたりとか、なんかこうしてあげたみたいな、ヒデさんの手を買ってなくなるんですか、それはさすがにやばい、怖いっすそのニュース見てるんですよ、それヒデの話、はい、あ、そうなの、なんで、なんでいきなりふとマジその当時の X の話ね、それそんなに X 聞かないんだけど、京都のなんちゃら寺っていうのに修学旅行で行って、はい、そこの住職さんになんかこう話みたいな聞かせてもらったことがあって、その時に言ってたのがハッピーニューイヤーみたいな、年末年始のカウントダウンライブ、そこでやったのか、なんかカウントダウンライブなのかだった気するけど、もしかしたら違う、ただ単にまあライブをそこでやったのかみたいなのか、ちょっとあんま覚えてないけど、お寺がね、お寺が一瞬にしてね、神をこう崇めているお寺、神じゃない、仏が、仏ね、ブッダ、はい、一緒にして地獄を出したっていう住職の話に聞いて住職さんがそうやって言ってめっちゃおもろいやろ、やっぱ京都の人やな、やっぱ京都の人こうなんかちゃんとオチをつけてくるよね、そうそう話、お坊さんだってオチをつけてくる、お坊さんだってやっぱ、ね、育ってんのは関西でした、ということだよね、とりあえず行ってみな、どんな、またこんな音楽やってますよ、今日はちょっとね、何件もはしごするんで、はい、よろしくお願いします、次の次のレッツゴーみたいな、レッツゴー、恥ずかしい、もう最近こういうノリしてないから、